これはちょっとちょうだいよ、俺に。ね、しげちゃん、もうちょっと待ってて。青のりね。青子。青のり。ちょっと待っててね。今作ってるでしめちゃんの、はい、しめちゃんも作ってますよ。待っててくださいよ。やっぱキャベツいっぱい入ってるのうまいじゃない。だしに効いてるもんね。うん、出しの、うん、しげちゃん待ちきれんだね。待ちきれない。美味しいお好み焼き初めて食べた。何回も食べてるのよ。これしげちゃんのだね。全部しげちゃんのだ。待っててよ。うわーっつって熱いよ。おかわり来たぞーってしめちゃん。待ってて待ってて。あんなに量多い。食べる量多いな、しめちゃん、うん、びっくりしちゃうよ、本当に。もうちょっと量を多く作らないとダメだね。もうこれで終わり。あ、ほんと。微妙に。もうこれでお母さんと半分個ずつでいいら。うん、これと。私半分もいらん。三分の一やん。全部入れちゃう。全部やって。何つけたのって。これ何って言うの。
お茶も飲みな。ね、お茶も。蓋する？いい、もう。いい？めんどくさい。また音いた。お腹にポーンと落とす。こんな音いて、これ。んあお好み焼き美味しかったね、ちょっと、うん、美味しかった、うまくできたね、だしに良かった、だしに濃かった、うん、足が食べちゃった、足ちゃん次のやつも食べるかと思って一生懸命食べ終わっちゃってるけどこれはお母さんと俺の半ぶっこして食べるやつだよ。あ、そう言って言うと出てっちゃうな。ねえ、うん、待ってな、ちょっと。ちょっと待っててよ。ね、ちょっとおかわりあるかもしれんで。ちょっと寝るの待ってなさい。入っちゃった。もう、多分お腹が膨れたんだよ。うん。ね。そうだよ。面白いね、しげちゃんも。お腹膨れただよ。ちょっとあれかな。あ、私こんなたくさんいらんのに？いいよいいよ、食べな。食べれるよ。美味しいだもん。美味しい美味しいって言ってたら食べれる。醤油にするか、あ、でもソース入れちゃった、でも。あ、いいよ。あんまりたくさんかけんでも、ちょこっとかけて。はいはいはい。マヨネーズはかけんだね。お腹膨れるね、これもね、結構。朝ごはん食べるには食べたり。かけてよ。うん。あ、いい、自分でやるよ。それかけちゃっていいよ、そっちに。なかなか美味しくできたね、これ。うん。ねえ。しめちゃん、2枚食べるお腹が膨れたら。うん。もうちょっとここにね、ガスレンジを置けばね、うん、もうちょっと優雅にね、食べながら作って食べながらやれるかと思ったらそうでもないよ、全然。うん。せわしいだけで。しょうがないわ。うん。それ四角い鉄板でもあってこう2枚こうね、うん、2枚同時に焼くぐらいがちょうどいいね、うん、
はい、ごちそうさん。ね、もうちょっと食べたかったな。ないから、ないでしょうがない。これ、これ食べて。いいです、いいです。様子見てく。しげちゃん、あれだよ。もうじき52になるけど、52の割には白髪少ない方だよ。そう、うん、俺と一緒で、このもみあげのところに白髪がある。うん。これ、やっちゃんもそうだよね。そうだね。3人とも一緒。うん、お菓子やるで。ちょっと食べて、もう今日帰るで。ね。これ、しめちゃん好きな。お母さんも好きだ。うん。とりあえずこれだけあれ、うん、はい、お茶も飲んでね。今日はしんちゃん爽やかな顔してる、うん、爽やかな顔1個だけちょうだい。もうこれしかないだ。うん、これしかない。うん、こんな可愛いだよ。そりゃそうさ。そうですね、お腹にいっぱい。やっちゃんもしげちゃんもお菓子が命だで今のところ、うんうん、開ける場所があるだね。よしげちゃん、これしかない。お菓子かじるにも歯が取れたもんで、うまく噛めれん、これ。うん。写真撮ってるとなると変な顔して食べてると思うよ、うん、でも歯医者行きたくないだもん歯医者しげちゃんと一緒に行くけ。行かない行かない、入れ歯にされちゃうもんそりゃそうだよ。もうこれから生えてくる歯はないよね デイサービスなんでお昼ご飯、お昼にさあ食べる、それお昼に、お昼食後に歯磨くだね、みんなで。みんなでじゃなくてめいめいだけど、歯ブラシ用意してくれるわけ、名前書いたの。あ、本当だけど、この頃そういうのなしなしそうしたら結局そうだったっていうわけ。入れ歯の人が多いもんで。しげちゃんは歯だどうかな歯医者の先生に聞いてみにゃかん。
しめちゃんの歯はどうですかっつって今日は口を開けてくれたとか口を開けてくれなかったとかそんな話ばっかしてて歯がどうなってるかっていう話あんま聞いてないでちゃんと今日は成功とか今日は失敗っつってそんな話ばっかで実際しげちゃんの歯どうなってるかあんまりちゃんと話聞いてない言わねえかんね今日はうまく口開けてくるかまたあんのか今日はうまく口開けてくれたでよかったよかったとかそんな話しかしてないねえちょっと待ってなもう帰るだね帰るよまだまだなるトイレ連れてくかねじゃあ、うん、待っててちょっと待ってなもう帰るだでトイレ寄ってね、今度いつ来るだね。わからん。歯医者の予約次第。プリンそういうの忘れるとこだった。帰る前に食べるか。これね。ね、はい、一個ずつしかないけど。うん、イラしげちゃんがこれ食べたで。いいよ。ね。しげちゃんこうやったに今ね、体操の話したら。しゃ、体操やって。せーの、1、2、3。こうだな。こうやってやったじゃん、さっき。今やったじゃん、こうやって。体操の。なんで急にやっとないね。面白いね。耳がいいなんて。面白い。面白いね。先生指示するだかね体操やれっつって指示するだかもしれん産業所の先生に、うん、じゃあしげひこのためにいただきますあもう解いたしげちゃん来た時しかプリンや買ってこへんでねあんまりねこれそこ取って手が届かん。はいよし。じゃあこれ手でね。さあプリン食べたら帰るでよし。ね、また今日しげちゃん割とせっかちだね。そう？なんかやたらね自分の部屋行きたがる。うん、おいおいこっち座って。寝っかと思うの？寝っかと思うの。うん、トイレも行ったしもう行くだって帰るかじゃあさよならって行くのさよならってあ2時だべ、ま、2時だべ帰るよ、ね、忘れ物ないマスクマスクしちゃ待ってよマスクそこにあるの違う私のかなこれですうんそれだよはい、じゃあマスク欲しいで。うん、ちゃんとマスクやらんと怒られる。ね。はい、花を診察終わりましたね。今日はね、ちょっとね、若干興奮気味なんでね、ちょっとね、大丈夫かなって、ちょっと心配があったんですけどもね。やってみたらね、意外と前よりも、長時間ね、我慢できるようになりましたよって言われて、お医者さんの方からね、お兄さん褒めてあげてくださいって、言われたぐらいね、今日頑張ってやれたそうです。頑張ったね。よかったね。はい。ということで、また10日後ぐらいにね、また歯医者さん行くような感じになります。なかなかね、歯医者さんね、行けるか心配だったんだけど、なんとかね、軌道に乗ったような気がしますね。どこまでできるか。あとはね、歯医者さん、いつまで通うのかがね、ちょっと、気になりますけどもね。まあ、とにかく、良かった良かったということで。ということで、最後まで、見ていただきましてありがとうございました。基本一人でした。